皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスでございます。今日久しぶりにイベントに来ております。来てるイベントがフィックスウェルっていうスタンス系のイベントに来ております。ボンドグループでとしてじゃなくって、僕の所属してるラガーコーポレーションで取り扱ってる、ロティフォームっていうコイルのメーカーの、出展として今日展示させていただいてます。なんでちょっとイベントの様子と、あとブースの紹介をさせていただきたいと思います。今回展示させていただいてる車がサンコー GTR、 こちら展示させていただいてます。でホイールがロティフォーム鋳造モデルを入ってます。これ OZR だ。 OZR です。エアサス組んでベタベタになってるんで、ちょっとこれはオーナーに詳しく解説してもらいましょう。あともう1台こっちの205のワゴン、これなんとボンド名古屋のスタッフの車になります。鍛造のロティフォーム履かしてます。これもオーナー今日来てますんで、ちょっと紹介してもらいたいと思います。後であとブースは一応ロティフォームブースなんで、今回ホイールたくさん展示させていただいてます。イベント限定のセールホイールとか、あとグッズなんかも今回たくさん展示させていただいてます。はい、でせっかくなんで今回展示させていただいてる205のワゴン、こちらをオーナーのボンド名古屋小川君に紹介してもらいたいと思います。こんにちは、小川です。メカニックです、はい、ボンド名古屋にいらした際はぜひ声かけてあげてください。髪型は突っ込まないでください。社長に謝っといた方がいいんじゃないのすいません、朝起きたらこうなってましたっつって朝起きたらちょっとこうなってたんで、はい、社長すいませんっつって、はい、ちょっと車を紹介お願いしていいですか。はい、はい、これは、はい、ホイールはロティフォームの LHRM でございます。でフルポリッシュで、はい、でこのレズラとかは名古屋店店長飯村店長の、はい、おすすめで履いてるっていう、はい、もうバチバチに決まっております、はい、それを4本、投資じゃないよねこれ。投資じゃないです。エアをちょっと太めで、はい、オフセット変えて。これ2ピース、モノ2ですね。え、これ2ピースなの？2ピース。あ、そうなんだ。あ、裏からピアスボルト入ってるんだ。へえ、すごい。パンプじゃないんです。なるほど。で今回この展示用としてセンターロックスっていうちょっとオプションのセンターキャップ今回つけてます。はい。これ各色あるんで非常におすすめでございます。あと足元はこれは何で下げてるんだっけ？アイアンフロアリング。ワーリングでこんなベタベタになるんだね。フロントはもっと下がるんですけど、リアはあもう限界なんだ。加工して限界を少しだけ限界を超えてる。超えてます。純正エアサスでもこんなことができるみたいな。そして完全小川君プライベートカーなんでチャイルドシートがこの車にチャイルドシートがついてるっていう、はい、そんな車です。なんでもうボンド名古屋こういう車もスタンスさせちゃう車でもお気軽にご相談くださいませ。ちょっとオーナー兼で僕35GTR ちょっと紹介してもらいたいと思います。08年の 35GTR で円前13にフル移植ですね。でフロントは関西サービスにで、サイドもカーボンで全部カーボンで統一させてもらってます。これ関西サービスのような、はい、フロントですね。でマーカーも US マーカーで全員統一させてもらって、まあロティフォームのホイールに合うような雰囲気を作ってます。フロントすごいですねこれこれスポークとキャリパーがくっついちゃってるようなそんな感じですよね。1ミリスペーサーをワンオフで作ってギリギリでやってます。3ミリだとちょっとこうレズラとこの隙間が空きすぎて田口さん的にはダサいと。そうですね。なんであえての1ミリスペーサーで、はい、超絶クリアなんですよ履いてるっていう。で 10.5 の4枚通し合わせてます。いや、285、4枚ですね。はい。10.5結構コンケープするんだよ。はい、すみません。OZR の20インチ 10.5 結構迫力あるんで、キャストでも全然確かにかっこいいと思います。35GTR に入っても似合っちゃう。しかもセンターロックスのセンターロックスで。ありがとうございます。雰囲気がそうですね。変わると思います。もう群馬でこういう車作りたい方はぜひよろしくお願いします。お店の宣伝しとかなくていいですか？お店はムーンテックの田口と申しまして、まあ、基本的にまあスポーツカーメインで入れさせてもらうので、まあ、エアサスだったり、まあ、それこそローティのホイールだったり、マッチングから取り付けからエアサスの取り付けまで全部やってるんで、何か困ったことあれば購入者から国産車まで。そうですね、はい、伊勢崎でしたっけ？伊勢崎です。主にスポーツカーが多いです最近は。スタンス系の車がロティフォームご用命は、はい、ムーンテック田口さんまでよろしくお願いします。でちょっと会場いろんなブースとか車見て回りたいと思います。ちょっとパノラマクラフトさんのブース来たんで、ちょっと山本さんに車ちょっと紹介してもらおうと思います。こんにちは、パノラマクラフトの山本です。987のポルシェケイマン S タンデムの、バージョン2のワイドボディキットをつけてて、足回りは BC レーシングの車庫長に、あれこれ車庫長なんでしたっけ？車庫長です。にハイブリッドエア、リフターキットが前後ついてるんですよ。なんで、まあ、下げるときはこれ。でこれでも走ることはできるんですけど、まあ多分するんで、まあ上げてちょっと上げて走る。なるほど。でキャンディーレッドにオールペンにして、これオールペンなんですか？オールペンなんですよ。何回も見てるのに全く知らなかった。ホイールが12ホイール履いてますけど、はい。そうなんですよ。12の1221の3ピース。そうですね。めっちゃフカリムでしたね。3.0 はいの R5445。なるほど。ワイドボディに合わせてつら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 っていうかベタベタにするから、ちょっとつら打ちに。そうですね。まあちょっと最悪この状態でも走れるようにちょい打ちセット。フルバンプしても当たんないように。そうですね、そうですね。リアがこれいいですね。すごいっすよ。実はインナー。あ、そうですね。インナーリムなんですよこれ。そうひっくり返して。そうひっくり返して。ないね。こんなサイズ。だからこれがやっぱいいっすよね。同じインチなんですけど、要はディスクサイズもあっちステップになってて、でこっちひっくり返しなんで、スポークが若干長く取れるんですよ。なんで19インチだけど見た目が若干大きく見える、気持ち。なるほど。足が長く取れるんで、こんなホイールがついてます。そんな感じでなんかめちゃめちゃやってありますよこれ。いい感じの雰囲気に仕立てられるホイールっていいっすよね。ちょっと芝生が似合ってる、そんなケイマンになってます。知ってます？え、なんすか？いや、2人乗りなのに女の子が3人いる。あれこれ1人置いてかれるパターンですよね。はい、そう、はい、そういうツッコミが入ってました。いや、あ、そうなんですね。いやでもありがとうございます。急なお願いだったのに。ちなみにこれボンドのお客様のお車をお借りしてモーターゾーンを着こなせ表紙になっちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、なんかフリーペーパーですよね。多分そうです。フリーペーパーです。そうなんですよ。なんでネットで申し込んでもらえたら、あれ送料も無料ということでしたっけ？そうです。なんで皆さんちょっとぜひ申し込んでいただいて、モーターゾーンさんのモーターを着こなせ、はい、ぜひ読んでみましょう。本当にみんなベタベタ、なんか勢いがすごいですみんな。ちょっとかっこいい車がいたら、はい、いたらっていうか、まあ、みんなすごくいじってるんですけど、その中でもうちの商材をついてる車いたら紹介したいと思います。すごいの発見しました。なんと BBS 組み替えリバレル、はい、ベースの多分ちっちゃいスーパー RS 分解してリム交換してインチアップしてっていう、しかもこのピアスボルトまで BBS すごいねこれ。あ、そっか、なんかオーバーフェンダーになってるかと思ったら TT ってもともとこういうあれだから、え、出してないでしょこれ。ああ、すごいです。これすごいねこれ。すごいですね。なんか走れなそうだけど、これ行きで高速で走ってるの見たんで、多分高速巡航できるんじゃないかな。すごっ。ちょっと今中のエリアに来てます。ユーロも少し、あ、ここがユーロエリア。あ、そうですね、ユーロエリア。ちょっとじゃあ端から見てこい。ニュートレイル、はい、TT。これベタベタっすね。え、ベタベタなのはもう大体優しそうっすね。そうですね、今ここに並んでるのは全部優しそうですね。TT なのにアウトリップになってるっていう、すごいっすねこれ。で、こっちが S4 にも出てた。あ、そうそうそう。今回リメイクして、スワップされた感が分かんないです。ポンペの顔面を移植して、でここら辺は全部もう作り直しで。ああ、なるほど。この辺はじゃあポンペバンパー用に全部作り直してる。そうですね、そうですね。全然わかんない。すごい。これも12入ってて、ブレーキもすごいのが入ってます。ででこっちもなんかみんなすごいのがニュートレイル入ってるスコールだっけなんだっけブリクストンのセカンドブランド、これロティのキャスト、これベタベタだな、キャストを塗りました。あ、塗ってんすか、はい、オイルペイントで、ちょっと同色っぽく寄せて、センターキャップも X もリングも、すごい、これはよくとこあ、そうなんだ。じゃあもう普通に日常の足として乗ってるんですか。日常の足で乗ってますね。すごい。これもすごい。なんかちょこちょこ仕様変更が。これ純正カラーですか。これ純正カラーです。こんなちょっと紫っぽい。あ、パンサーブラック。最近覚えました。やっぱこれですよね。これに合わせてパンサーブラックに合わせて紫色になってる。そうですね。ピアスボルトとハードウェアだからピアスボルトって言ったらそこも一緒にしたんですよ。すごい。いける。しかもこれ新しいやつよ。今年の春出たばっかりの BC の新しい2ピースを履いてます。ブラッシュドリムいいね。ちょっとおしゃれ、なんかボディのシルバーに合ってる。これ純正キャリパーあれだ、全面ダイヤモンドカットしてフィッティングもまず完璧です。はい、というわけで今回は松本やまびこドームで開催されたピックスウェルの様子をお届けしました。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。